地雷系女子をいかにうまく使っていくか。倒せてないが倒していく。ここの一点は逆に嬉しい。言ってましたけど、え、なんで、大丈夫大丈夫、まだ朝、あ、まだ泣くの早いってして、わー、ウィペ取っていくんや。ここでトン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 、え、ファウルちゃうやんって顔してるでしょ。はい、こんにちは、こんばんは、コンポタと申します。今日も今日とてパブロヒュッの方をね、使っていくわけなんでございますが、皆さん、おはようございます寝起きでございます。ですね、この動画が上がってるのは12月3日かなと思うんですけども、というのも12月2日ね、スペイン戦、日本対スペイン戦があったわけなんでございますが、それをねちょリアルタイムで見てたせいで、もう完全に寝不足、起きたらもう1時でしたね、13時、でしたねだからもう絶対これ編集間に合わへんなということでね、もう撮影の方をやってるわけなんでございますが、まあそれはそうとね、このパブロ・ヒューもさ、最初誰が勝てんのって言ってましたよね。ただ日本と一緒なんですよ。誰が勝てんのって言われたパブロ・ヒュー、誰が勝てんのって言われた日本、下馬評を塗り替えて今ガチエリアのカウントを50進めました。皆さん、これが諦めないということですって。ここね、分かったんですよね、この武器の使い方たるやいないやっていうのを。これこのね、地雷系女子をいかにうまく使っていくかっていうのがキーになってくるかなって。やばい、何がやばいって、これカウントダウン取られたら動画の尺が、あかん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 、動画の尺、はい、ということで皆さんご覧いただけましたか、このパブロ・ヒューの強さたるや否やを。いや、ちょっと、ブラボーでしょこんなんいや、マジで強かったですね。まあ僕が強かったかどうかっていうのは一旦置いててね、味方もめちゃくちゃブラボーやったし、ほんまに良かったね、さっきの動きで。ただ、さっきと同じことしたいから、ここしっかりと地雷系女子を入れておくことによって、味方の動きをしっかりとね、しやすくして、裏からこれです、皆さん。オッケー、あれ、ちょっと倒せてないけど、倒せてないが、倒していく、しっかりとエリアも確保していく。この動きができるのはやっぱり、ガチエリアに対してはやはり強いんじゃないかな、この武器。なんか弱いってね言って、ごめんなさい、誰一人ねパブロ・ヒューを強いとね言ってなかったんですけども、 Twitter コメントなんか強いって言ってる人一定数まあおらなくも、危ない、まあ話の続けなんですけど、強いって言ってる人もね、なんていうんかな、もう雰囲気がね、いや逆張りやめろよみたいなね雰囲気になってるんですよ。もう腹心がね、いやオフサイドちゃうやろみたいな雰囲気出してるんですよぐらいね、ほんまに雰囲気あんま良くなかったんですけど、使ってみてわかるこの強さ、わかりますかこれ。こういう狭いガチエリアにおいて、このね、半個の強さってほんと異常で、一回やるだけでエリアとキルと両方、やばい、これやばいよ。やばいやつ来てるよ。やばいやつ来てるよ。やばいやつ来てるが、よし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 。完璧。ここしっかり押さえてて、ここね、地雷系女子を角に、ちょっとずつ置いていくのよ。で、外に出て地雷系女子当たった手追いのやつを2発で持っていく。ここよ、セカンドボール、セカンドボール、ナイス!ナイス!ビペ!ここのね、セカンドボール、セカンドボール完全にもう、ね、気分は日本代表といった感じなんですけど、待て。このまま行ったらまたおい、動画の尺が、すいません。わざと死んだみたいになってるね。動画の尺を気にしすぎた結果、わざと死んだみたいになってるんですけども、そんなことないからね。本田選手も、なんか、ここの一点は逆に嬉しいみたいな、意味わからんこと言ってた。本田選手とか言ってた、解説のね、ケイスケ本田ですね、状態はね。ね、言ってましたけど、なんで?あかんよ。気引き締めて切り替えていこう。ちょっとなんか点数取っちゃうと、これや!わかりました皆さん!ケイスケ本田が言っていたことの意味が、まだ一点取るの早いかなって言ってたでしょ。そういうことやったんや。ここで油断が生じる。これなんですよ。これが恐れてたことなんですよ。やっぱね、まだちょっと点数取るの早かったかなって感じ。もうちょっと後でもいいっていうね。もう、ケイスケ本田の言ってた通りになってしまってるね。落ち着いていこう、これは。で、ここの、これ、しっかりケアで。しっかりケアして、大丈夫。まだ怪しくなってきたよ。落ち着いていこう、これ。まずよ。今日。
まだ泣くの早いってって感じだもんね。まだ泣くの早い、マジで。うん。落ち着いていこう。で、しっかりと、入って、これで、これで抑えていく。オッケー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 。このガチエリア内のやつ全員これで、ボコボコにしていく。で、ストップまで入れて、で、過去ま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 で、過去、いやー、これは非常にまずいよ。うん。ここのカウントリード、めちゃくちゃ良くない。うん。これはもう絶対に許してはいけないカウントリードやったんですけど、ここしっかりと、ギリギリでカウントストップかまして、わー!ウィペ取っていくんや、ここで。うん。で、さらによ。あ、これ前線ね。前線しっかりと、やばい、見られてる。おぉ、よう見てるな、あいつ。うん。絶対、ここ、ガチヤグラじゃない、ガチエリアケアの、ここ、ここ、絶対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 、どっ、オッケー、オッケー。で、さらに、ここ、トン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 よ、オッケー、オッケー、完璧。で、カウントをゴリゴリに進める、ここで。オッケー、オッケー、完璧や。うん。で、こうね、登ってきた、ここ、矢先に置いとくのよ。すると、相手踏むんですよ。うん。で、これ、ここ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 、しっかりケア。で、このチェーンソーマンもしっかりリードしていく!オッケー!はい!はい、ということでね、いや、ちょっと、やばない。2連続でノックダウン。まあちょっとね、2試合目はまあ危ういところもあったんですけども、なんかね、感触としてはノーマルパブロよりガチエリアに関してはね、ガチエリアに関してはパブロヒューの方が強いまであるんちゃうかなっていうところまで来ましたね。これ持ち替えというか、うん、いや今のファールちゃうでしょ。うん、こいつの顔見てください。いや、ファウルちゃうやんって顔してるでしょ?もう完全に今のは当たってなかった。今の絶対当たってなかったよね、正直。危な。うわ、これここの確保痛いが。もう絶対持っていくよ。なんしょ?と雰囲気良くないね。ただ、あのね、前半取られてから取り返す。これが、ドイツ戦、そしてスペイン戦のね、勝ち方やったんで、我々まだ負けてませんのでね、はい。ここしっかりと逆転の一手見つけるべく、ここに地雷系女子を一個埋めて、ここストップでかいよ。ストップでかいよ。選手の気持ちが変わってくるんで、ここのストップ。で、ここの確保ですよ、皆さん。で、ここ、あ、前見えてるでしょ。ここに刺さる一刀なわけ。はい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 、逃げれるか ?OK, OK, OK, OK。奥に引かせただけでも十分なわけよ。うん、これが強い。やっぱガチエリアにおいて、やっぱこのハンコっていうのは非常に力持ってるなっていうのを感じますね。まあ日本代表で言ったらまあ、三笘選手、待って待って、これやばい。マークされてる、マークされてる。うん。僕の活躍たるや否やにマークがもう外れんようになって、ここでリード。ここのリード見てください。さながらスペイン戦でしょ。ちょ待って。え?まだこれノックあるよ。あるよこれ。ちょ、まずいまずいまずい。え?また尺なくなる。え ?3 試合で足りるかマジで。ちょ、あら、おお、切るまで取っていく。なんか知らんけど。あー、ちょ、このストップはいらんよ。うん、確かに、ああ、確かに僕言いましたよ。あの、尺足りんからもうちょっとって言ったけど、あの、どうせやったらやっぱ気持ちよくね。普通にノックアウトでいいんですけども、まあ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 、試合を盛り上げてくれるよね。こうやってね、もう接戦を演出していくわけで。忘れたかんよ。うん、だからスペイン戦のことを思い出してる間に忘れたかんのが、地雷系女子をしっかり植えていくということ。で、ここ相手絶対横から来るから、ここで入っていく一投。マジで強いこれ。あ、ちょ、やばいよ、やばいよ。そこしっかり倒して、さらに、そこにいるやつもしっかりとケアしていく。ここに地雷系女子を一人植えていく。これですよ。地雷系女子が、やっぱね、ガチエリアにおいて、まあ、幻のシックスマン、いや、それバスケットボールや。あ、かかか、危ねえ。バスケットボールの話は一旦置いて、なんか勝手に死んでるやつがおるが、で、ここしっかりと、地雷系女子でケアしていく。で、相手の射程外からね、しっかりと、ガチエリアの確保をね、絶対許さないと言ったムーブをかまして、ここ、脈々様が、見えた瞬間に横に移動する。うん。軸をずらしていく相手のエイムの。で、この、地雷系女子が見えてる間っていうのはこちらが有利なのよ、もちろんね。で、こういう角にね、地雷系女子を置いておくことによって、ノックアウト!はい!ということで、あれ、言っていいですか?小さい声でいきます。ブラボー!もうみんな、マジブラボー!ブラボー!この気持ち!ということで、ありがとうございました!